そしたら、今1号の電球器に、0.85 の鉛をつけてます。要するにはもうこれで十分です。もう浮きがもうボカッとこう浮いてる方が、当たり取りやすいんで、でここに浮き止めがあります。とこの重りが重いので浮きが浮きます。でこういう風に浮いてきて、ここの浮き止めのところで止まります。これで、棚が取れたということです。で実際にやってみます。でこれ沈めます。そうすると今ちょっとここで浮き止めのところで止まってます。で、鉛が、ここにあります。この状態を、棚が取れているっていう状態になります。で棚を深くするっていう時はこの浮き止めの位置を上へ引っ張ります。そうするとこの鉛が、もっと下の方に行きます。これでちょっと深くします。こういう風にするともう鉛が、一番底の方まで行きます。これが棚を深くするっていうことです。逆に棚を浅くするっていうことはこの浮き止めの糸をもっと手前までこういう風に短くすること、これが棚を浅くすること。